RBW は大韓民国ソウル特別市にある芸能企画会社エンターテインメント企業。キムジヌとキムドフンによって設立された。もともとはレインボーブリッジエージェンシーでキムジヌを代表としてキムドフン、ファン、ソン・ジン、キムヒョンユなどプロデューサーたちが集まって2010年3月に設立。その後2015年3月 WA エンターテインメントを 九州合併、レインボーブリッジワールド、RBW に社名を変更した。事業内容は、アルバム制作及び芸能マネジメント事業、コンテンツ企画制作、公演企画制作、教育プログラムなど。クラウド R、RBW ベトナム、RBW ジャパンを含む、WM エンターテイメントまで、すべての権利音楽を扱う。アーティストとしてママムブロマンス。 ワンス、ワンウィー、パープルキッス、ジンジュなどが所属している。キムジヌはもともと、キューブエンターテインメントのミュージックキューブの代表取締役であった。練習室のレンタル事業を担当した後、アンブリッジ、レインボー、ブリッジアカデミー、インブアカデミープラクティカルミュージックアカデミーを開設し、モダンブリッジという名前で統合して、事業を拡大。2010年3月5日、 彼は後に最初の OEM 会社であるレインボーブリッジエージェンシーを設立。この会社はボーカル、ダンス、演技、言語など通常のエンターテインメント会社と同様のプロセスで研修生ではない学生をトレーニングするために運営されていた。2021年4月、WM エンターテインメントを買収。B1A4、o マイガールアンフなどが 所属2016年5月27日、イソンヨンとの RBW 共同協力により独立したサブレーベルが設立された。オールライトミュージックはラッパーのベーシックと RBW プロデューサーのイム・サン・ヒョクが設立したヒップホップレーベル。2017年3月に設立された。このレーベルはヒップホップシーンに焦点を当てるために RBW によって設立された。 2016年 RBW はベトナム地域でのオーディションとアーティスト育成のためにネイバーと共同でベンチャー企業としてベトナムにサブエージェンシーを設立した2020年2月にベトナムのボーイズグループ D1 バースがデビューこのグループ全員ベトナム人メンバーによって結成され K-POP レーベルによってプロデュースされるのはベトナムで最初のボーカルグループ2017年 RBW は日本地域でのオーディションとアーティスト育成のために日本にサブエージェンシーを設立した。2020年 RBW ジャパンは男性練習生バンドルボージボーイズの結成を発表。RBW 初の全日本バンドです。RBW プロデューサーのキムヒョンキュとモダンクミュージックアカデミーが合同で、 シングルのプロジェクトシリーズリリースで認知される意欲的なアーティストを促進することを目的とした新しいサブレーベルモダン RBW を結成しました。2021年4月7日 B1A4 やオーマイガールアンフ所属の WM エンターテインメントを買収したと発表 RBW と WM エンターテインメントがそれぞれ持っているアーティスト企画 コンテンツ制作能力が合わされば、売り上げの高角化と成功的な新事業の推進を続けられるものと期待されており、IP をもとに、新しい戦略事業の展開と、グローバル市場への進出も、本格的に推進する予定。歌手グループソロ歌手楽団歌手グループ、練習生歌手グループガールと共同作業する。グループソロ歌手練習生練習生。ありがとうございます。